ジョン・ジョゼフ・マクドナルドは、アメリカ合衆国コネチカット州ニューロンドン軍、ニューロンドン出身の元プロ野球選手、野球指導者、宇藤右打ち。現在は、MLB のクリーブランド・インディアンスのフィールドディレクターを務める。1996年の MLB ドラフト12巡目で、クリーブランド・インディアンスから指名され、プロ入り。1999年7月4日の、 カンザスシティロイヤルズ戦でメジャーデビューを果たした。代打として出場し、1打数1安打だった。2004年12月2日にトム・マストニーとのトレードでトロント・ブルージェイズへ移籍した。2005年7月22日にデトロイト・タイガースへ移籍した。2005年11月10日に金銭トレードでブルージェイズへ復帰した。なお、 先のタイガースへ移籍した際の7月のトレード相手は後日発表選手の予定だったものの選択されなかったため自分自身が交換相手となってで戻る形となった2006年はブルージェイズの声優劇手としてプレーした2007年にベテラン遊撃手のロイス・クレイトンが加入すると控えに回ったがクレイトンが不審で放出されたため再びレギュラーに定着し 自己最多の123試合に出場。ブルージェイズファンからジョニー・マックの愛称で親しまれる人気選手となった。2008年9月には自身のデザインした T シャツを先着1万人のファンにプレゼントした。2009年オフには2年300万ドルで契約を延長した。2011年8月23日に ケリー・ジョンソンとのトレードでアーロン・ヒルと共にアリゾナ・ダイヤモンドバックスへ移籍した。シーズン終了後に FA となったが11月2日に2年契約総額300万ドルで契約を更新。2013年3月20日にピッツバーグ・パイレーツへ移籍した。5月15日にヨーブ・ザ・ショーで故障者リスト入りし27日から参加の AAA 級インディアナポリス・インディアンスで リハビリをスタートした。2013年6月10日に、プロ入り時の古巣であるインディアンスへ移籍した。しかし、6月26日に、アズドルバルカブレラが、故障者リストから復帰したため、ディーフとなった。2013年6月29日にトレードで、フィラデルフィアフィリーズへ移籍した。8月24日のダイヤモンドバックス戦では、延長18回に投手として、自身初めて登板し、 タフィーゴーズウィッシュを三振に仕留めた。2013年8月31日にネフィオ・ワンドとのトレードでボストン・レッドソックスへ移籍した。オフの10月31日に FA となった。2014年1月16日にロサンゼルス・エンゼルスとマイナー契約を結んだ。3月25日にエンゼルスとメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。オフに FA となった。 2015年1月8日に現役引退を表明した。引退翌年の2015年にはインディアンスの育成部門の特別補佐に就任した。2016年シーズンからは内野守備コーディネーターを務めている。2021年からはフィールドディレクターに役職変更となる。ポジションは主に遊撃手で2類種と3類種としてもプレー経験がある。強権を生かした。 堅実な守備と複数のポジションをこなせる器用さが魅力である。一方、打撃はさっぱりで、敷居を選ばないために出塁率が低い。パワーがなく、典型的な守備の人であるため、下打線を打つことが多かった。ありがとうございます。